不知よしきことよ。お味方が討ち死にで黒田官兵衛が撃たれた。はい、どうもバンブーです。普段はシミュレーションゲームの配信をしております。この動画はその配信を見やすく編集したものになっております。ということで本編どうぞ。さあお市行きなさい。柴田城違う、平林城。え、あー沢田取んないとそもそも行けねえのか。じゃあ沢田集合するか、みんなで進みましょう。沢田に軍を集めよう。さあ秀吉隊、あれあれあれ、勝ちは揺るぎませんなってなかった。あれ間違えた、俺見間違えた。あ、普通に見間違えた説あります。あ、ドスあたりだった。やべ、間違えた間違えた嘘、普通に失敗した。好きなさらずともと思ってた。あいや、あいや、もう一部隊出すか。いや、もう一でなんとかなるんじゃねえかな。さあ、決戦の式取る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 よ。さっき失敗したからな。でも2万3000対1万だぜ。2万3000対1万で俺式取んなきゃいけないんだ。倍以上いるけどね、兵数。のろし打つ、金打つ、いや、のろしいらん、金打つ、金2つ戦法で、こっちに本陣がいるので敵の、もうとにかく突っ込んで本陣叩きます。参りましょうか。いけー、ちょっと金、おうち金2個さ置いてさ、めっちゃ強いよとかって言ってたのにさ、向こう金5個あるわ。段違いだ、段違い。金が5個ありました。なーに、薄めびだと。やりたい、おい。さあ、なーに、薄めびだと。薄めび好きすぎない、おだけ。やりたい、前。悲しいよ、僕は。始める。来た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 、へい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 。柴田のとっつぁん、柴田のとっつぁんも逃げ場ないよ。始めるぞ。いや、うちもさ、部隊数が少ねえからさ、もうこうやって速攻戦法で行くしかねえんだよな。知った入れる、いらないな、知ったわ。鬼柴田よ、雲隠れ画商いけ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 、よし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 、いい、調子乗ってみた。とにかく煽り倒してみた。皆さん、これからも、まあ被害兵数さもね、問題ない。これもう一部隊出した方がいいな。行きましょう。河原行きます。出陣します。これでもう一部隊出すか。沢田に集合。明智2万。明智2万ちょうどよくね。明智2万ちょうどいいな。どうだ。明智で織田家を潰すぞ。よし。強行、あ、方位88日でいいな。同じ日数だ。あ、交渉出た。よーし。来ました。出たー。また方位網だ。出たよ、方位網。ああ。やべえなー。こ、あ、でも今回の敵少ない。え、あれ、島津が敵にならなかった。これはあれかな、官位上げたからか。結局武田、徳川、織田しか参加してないね。なんだなんだ、武田さんの影響力も薄まってきたんじゃないの。島津と長宗我部。お、長宗我部が勝った。敵が我が領内に向かっております。来ましたぜ。で、で、我が領内にどうのって言ってたな武田家4400人が
岐阜城に攻め入るということですね。どういうつもりなんでしょうか。一体どういうつもりなんでしょうか。岐阜が打って出れば勝てるね。さあ本願寺兼女交渉です。全面開放 21%。 マジかこのまま沢田取ってもいけない可能性ある。いや回路繋がってるから大丈夫だよ。ほらいけるいける。繋がってるでしょこれ。繋がってる。大丈夫ね。ちょっとビビったわ今。我が領内に岩村に2400。だから何のつもり岩村に2400。いやいいけど、もう兵いないんだったら来なきゃいいのに。場外決戦よし、数で押しつぶせ。勝ちは揺るぎません。よーし、我らが力侮った。何なんだよ、賑やかしにもなってねえよ。天下に戦出をもたらさ、敵が我が領内に向かっております。徳川家康長篠に34000。あ、これはめんどいな、これはめんどい。いやてか徳川超有利なんだけど、これ長篠捨てるのも手だぞ。長篠捨てて岡崎落とすか。9万出せば勝てるぞ。下妻雷霊園7万6000で岡崎攻めます。長篠はやらせん。北条と武田いいねもうちょっとやってくれ。伊達家とでも交渉できたらいいね。無理だね、神前を持ちかけるには遠すぎるって。伊達家とこれ交渉できたら超楽なんだけどな。さあ行きましょう。我が野望何人たりとも止められ。覇王定義いただきました。さあ風林火山もいただきました。薩摩魂もいただきました。もういいんじゃねえすか。もうみんな対面やめよ、対面やめよ、もうこれ以上対面やめよ。ちょっとうちも対面打つわ。こうなったら黙っちゃいられない。うちも対面打つわ。休眠せいせい。行きますよ。うちだけちょっと黄色が違うんだよな、対面の。川武士の誇り見せるは今ぞ。我が領内に敵が迫っております。カリアに6200。どういうこと、何がしたいのこれ。これ途中でぶつかるぞ。あ、もしかして途中でぶつかるのが狙いか。あれなんでぶつからないの逆に。まあいっか、これ多分岡崎城で当たるぞ。迂回してくれは別だけど、とにかく沢田を落とすしかない。さあ来ました。岩村城ですね。城外決戦決定。我らの勝ちは揺るぎません。志果たすまで。なんなんだろうな。しかも勝より短期できたわ。どういうこと、どういう気持ちで来たかが全く分かんねえ。とにかく籠城しよう。長篠は硬い。さあ岡崎来ました。岡崎は36日で落ちるね。あっという間じゃん。さあこれはなんだ、これなんだ。ああこれ岡崎城か。とりあえず全部でいくか。指揮なさらず我らの勝ちは揺るぎません。勝って勝って、はい、おつおごるでないぞ、おごるでないぞ。ここ取っちゃえば向こうの準権所、聞いてる準権所取れるんじゃない。いや違うな、ここだな、聞いてんの。あれだね、奥まで取んなきゃダメだね。あでもここの9は取れるか、吉田まで行けば。とにかく家康が帰る城をなくしてあげよう、長篠が粘ってる間に。にしてもあれだ、沢田城はまだ落ちないのか。あと何日かかる。あと22日、今月中には終わるな。待機する。さあ長宗我部対面、島津と長宗我部。長宗我部ナイス、いいぞ、取り返してる取り返してる。沢田兵糧攻めで落ちました。頂戴いたします。よし、すんげえいっぱい武将詰まってんな、ここ全部切ってもいいんだぞ。さあ行きましょう。手を打ちましょう。いけないのかやっぱ。マジか、
伊達家に宣戦するしかねえや。諸事情あって伊達家宣戦するしかねえ。よし、申し訳ねえ伊達家。あのな、本当は仲間でもよかったんだ。ただいけねえから。あれ、平林だったらいけたのでは。あれ、今普通にミスった。平林だったらいけたのでは。まあいい、もうそんなこと関係ない、そんなこと関係ない、そんなこと関係ない。もうなってしまったものはしょうがない。6ヶ月後に停戦すればいい。手を打ちましょう。これ途中で当たんなきゃいいな。これ当たんなきゃいいな。当たりたくないな。光秀、ちょっとさ、ルート変えね。これ多分最悪伊達家に当たるから、遠回りしても織田家の領土通っていこう。出陣する。いや多分ね、これ宣戦しなきゃいけなかったよ。報告します。いけなかった、わかんないけど。いけなかったことにしようぜ。そうでもねえとさ、あの伊達家がかわいそうだ。岡崎本丸落ちました。よーし、来たぜ岡崎本丸落ちた。吉田城も取っちゃおうぜ。もう徳川孤立させよう。進めあ、部分騎乗した。1万4000になった。本田忠勝、さあ包囲66日。ちなみによ、ちなみに流しの後何日持つの。あーでも兵糧が51日しか持たないな。上限いくつだっけ。あ、1万8000で出てくんのか。こっち8400しか当たれないんだもんな。いやー厳しいね。厳しいね。これは岡崎城から消耗な部隊出します。邪馬台8400、邪馬台8400でぶつけます。減らそう。本田忠勝は減らそう。伊達家の軍勢が、あらあら、式なさらずは我らに勝ち目はありません。最悪じゃんこれ。これ2部隊やられるぞ。これ2部隊やられるぞ。行かれる行かれる行かれる。これ完全行かれる。まずい、終わったわ。終わりです。うわ、勝ったわ。なんか知らねえけど、なんでか知らんけど勝ったわ。絶対勝てないと思ってたけど勝ったわ。でももう騎乗するしかねえな。いやマジで伊達家邪魔だな。伊達家マジで邪魔だな。族長3万。我に続ける。いやマジで、あいつなんだよ伊達家。海にまで出てきたぜ。そこまでして俺らのこと食いたかったのか。やばすぎる。敵が我が領内に向かっております。え、マジで。やめよ、武田さんもやめよ、もうやめよ。あーダメだー、包囲網のせいでダメだ。待って、伊達家はこれこうはめんどいぞ。役職授与とりあえずしとくか。奥州短大厄介だな。しかも3万ぐらい兵出てるもんな。ちょっとうちもやばい。あ、これまずい、これまずいぞ。兵が出ない。ちょっと待つか、これ兵で帰ってくるの待つか。いやまずいな。そうでしょ。織田家が落とせねえ。織田家が落とせねえ。なんか邪魔な奴らが多くて。これだって織田家取られちゃうよこのまま行くと。当家になんか南無阿弥陀仏みたいなやつ来たわ。あ、石川五右衛門来たわ。内政10。まあまあまあいいんじゃないか、まあいいんじゃないか。いやマジで武田邪魔くせえな。でまともな舞台出せないじゃん。出た清水。やっぱ困った時の清水なんだよなお前。清水が出たらなんとかなる。俺もう清水に全幅の信頼を置いてるから最近。清水が出たらなんとかなる。ちょっと長旅にはなるかもしれないけどさ、沢田防衛行ってくれ。多分道中、ま、松葉には行かないの。松葉寄ってほしいんだけどな。いやもうか、逆に
平林生かす。これも平林生かすわ。これも直行便、直行便、平林直行便させます。他の部隊で松葉防衛します。大谷翔平いきます。進みます。自慢の剛速球で敵を打ち砕く松葉。進みます。我が志必ずや果たしてみせる。さあ来ました足軽精錬。やだね、いかに滅ぶかを采配して。嘘、まあそのつもりで戦った、そのつもりで戦ったし、岡崎城から一人出すよ。岡崎城から一人出すよ。部隊編成、岡崎。12000出しすぎ、8400でいい。8400で大丈夫。大丈夫、これでいける。ついてこい。頼むぜ。遅れる者は斬る。さあ、沢田到着しました。籠城です。172日持つらしい。でも兵数足りないからな。兵数、あっという間に沢田取られる。さて本田忠勝、よし、6000だね、残り6000だね。岡崎から4000人出るか。いや、岩村から出そう。岩村から本田忠勝。進め。勝利、松葉城到着された。やばい、マジでやばい。いやー、沢田落ちたな。沢田がもう落ちるな。到着します。金がなくなった、金がなくなった。でも大丈夫、沢田が取られるから。沢田が取られるから多分大丈夫。あとこれあれなんだろうな、岡崎城もそんな城なんだろうな。あー、すごいねこれ。まあでも多分沢田取られるから大丈夫でしょう。我が志必ず果たしてみせる。さあ北条と徳川、ちょっと待って、北条やめて。よし、本田忠勝2000人、これはもう場外決戦でなんとかなります。我らの指揮、我らの勝ちは揺るぎません。よし、侮ったようだな。なんとかなった、長篠守り切った。吉田も落ちた。こりゃ徳川の将兵もらうしかねえな。とりあえずすまねえな。いやー、来年行け、来年そのまま行け。飯野屋城か浜松か。浜松だね、浜松落とし。もう今北条と徳川2分の計してるから、もう北条に交渉持ちかけたい。あー、いいや、とりあえず後で神前向かわせよう。北条とは仲良くないとダメだ。ままならぬものよ。いやー、沢田落ちた、沢田落ちたね。さあ浜松到着、方位83日長いな。さっきから交渉も出ないしな。徳川まだ士気が高いんだってか、お市家の士気が低い。あ、何も打てねえよな。何もねえんだよな、うちそういう系のやつ。これ安家に渡すか、安家に渡して。いっぱい死んでる。安家に渡して天下統一の方がいいんじゃね。これ安家に渡そうぜ、家督譲るか。安家っちか、お初ちゃんか。いや、お初ちゃんでもいいな。所領拡大もいいんじゃねえかな。いや、これ天下統一だろ。これ中身見てんだよな。あ、見れた。軍備拡張、足軽雇用、足軽の俸給が高くなる。ダメだよ、甲状腺の強行の威力が上がる。悪くねえぞこれ。ちょっとこれ徳川戦終わってから考えよう。
あ、やばい、これ北条に取られるね。いいのや、ダラダラやるか。ダラダラやっても結局80日経ったら落ちちゃうんだよな、これな。あ、やべ、あ、間違えた。あ、今日多い、このプレイング多いな。間違えた間違えた。あーあー、清水、いや、でも清水は織田家落としたいな。これ結局織田家をこれ今無理して落としてるのは将兵取られないためだから、この城1個よりも織田家の将兵の方が価値は高いんで、このまま行きます。助立ちいたす。島津にも攻められたぞ。敵が多すぎる。敵が多すぎるよ。いや、しょうがない、松葉しょうがない。岩松氏が処断された。武田許さん。岩松氏が、これ一回一回撤退するわ。これ一回撤退します。待機せよ。徳川は、いや、バカ家、バカ家、徳川はバカ家で、ライレンもう一回、もう一回浜松入るで、交渉で、とにかく武田家とは講和する。かしこまりました。で、あと伊達家、伊達家も、伊達家ちょっと講和したらこれいけない可能性あるんだよな。遅れる者は切る。さて、おい、82日、2日しか伸びてねえな。でも結局攻撃しても80日後に落ちるんだよな、これな。先に兵糧なくなって落ちるから意味ないんだよね。織田家落とせるか、これ。遅れる者は切る。我が野望、何人たりとも止められぬ。もうみんな、みんなやめよう、大名合戦は。そう、分かったから、そう、対面自慢やめてくれよ。俺だって打ちたいんだよ。武田家と輪を結んだ。よし、どうなった、あれ。よし、これはこれはうまいこといけてる。お、伊達家が、織田家が当たってるな。待って、あ、織田が勝った。よし、よくやった、よくやった。織田が勝った。あ、忘れてた、高峰。すっかり忘れてたんですけど。いやー、マジか。もうぐにゃぐにゃだ。お、世は乱世じゃん。島津さん、お願い、訂正してください。ほんと、何でもあげるんで、何でもあげるから。お市の、お命以外はあげるから。あ、参ったー、参ったぜー。あはははなんでかな。北条と仲良くしようと思ったのに攻められました。やめてくださいよ。いいのや、取ったからか。やめてくださいよ。やめてくださいよ、本当に。多分だけど北条家弱いのね。多分だけど北条家弱いから、これいけるいける、これいけるぞ。北条家弱い。さあ、牢城。さて、浜松城はいつ落ちんだ。もう落としていいぞ、もう方位に切り替えろ。お味方が討ち死に。え、黒田官兵衛が撃たれた。黒田官兵衛が撃たれた。やばい、我が領内に敵が迫っております。官兵衛が撃たれた。すっかり忘れてた、あっち。てか、天戦の交渉の使者はどこ行ったんだ。交渉の者、
鉄砲3400やろう。さあ流しの到着しました。神戸切るなんてことがあるのか。むちゃくちゃすぎるだろう。軍技力が明らか毎回足りないんだよな。のろし金以上。奈落とかでも攻めるからな今回。いやー長篠の戦い。行きましょう。皆さんどうかお気をつけて。もう今ねまだ官兵衛が死んだの引きずってます。弔い合戦です。こいつら関係ないけど弔い合戦です。官兵衛の敵撃つぞ北条家に。これは官兵衛の分。これが官兵衛の分だ。どうかお気をつけて。やりたい。前へ。ご命令を始めるぞ。ちょっと行き過ぎな、行き過ぎな。ふわやる気満々だった。いや大丈夫、磯野が防衛に入る、防衛に入るから大丈夫。ミスの始めるぞ。よし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 。同数あたりだが、兵の能力的にはうちが勝ってる。いいねいいね。じゃあふわ一回退却。あやばい、一人行っちゃってる。ホイだホイだホイのホイ。さあ中央が崩壊してる。敵陣中央が崩壊してるぞ。ちょっと右翼左翼失敗してるけど、でも敵陣中央が崩壊してる。これはこのね隙を狙っていきたいところだよね。でも官兵衛は死んだんだよな。でも官兵衛は死んだ。孔明の罠。よしこのまま金壊そう。全身で金壊そう。だいぶ追い詰めてはきてるけどね。兵数差もあるから負けてはない。あ、この3本の矢打つか。3本の矢打とう。3本の矢。よし敵追い詰めろ。よしいやー落ちろ。小太郎がまず先に落ちてくれ。とりあえず壊滅させたいね。いやーでも、なんで誰も追いつかないの。かな。よしオッケーなんとかなったな。オッケー。いやーなんかさっきからさ、織田、武田、島津とかいうさ、もう戦闘狂としか戦ってないから、北条家が弱くて。いいね、なんか、紙みたい。柔らかい、めちゃくちゃ。よし、浜松落ちた。強い。これでまだ戦えるぞ。うちの目玉武将がいなかったからな。集結してんだよな、これ大丈夫なのかな。4万5000戦場か。なんとかなるな。はい、ということで、お時間になりました。今日は織田家を滅ぼして総武辞令が打てるかと思ったんですが、そもそもまだ総武辞令が打てないんで、織田落とした後もちょっと、ラスボスは織田じゃなかった説みたいな、あのデスタムーア最終形態と戦わなきゃいけないような気がしております。はい、で北条と仲良くしたかったんですが、北条とも敵対してしまったので、やっぱり日本全土と、戦って領土を広げていくしかなさそうです。ちょっと西の方面も注力しないと、このままだと島津に食い破られそうなので、次回以降その辺もねやっていきたいなと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、以上です。お疲れ様でした。
この動画はご覧の方々の提供でお送りしました。